前回、闇落ちしたトルーソーを倒し、エール薬師団に別れを告げ、キャスティ編を完結しました。ちなみに、キャスティ編最終章をクリアすると、ウィンターブルームの屋敷に領主メリアが出現します。以前お話しした通り、彼女は全員の獲得 EXP と JP を 1.5 倍にするアクセサリー、幸せのブローチを所持していますが、入手方法が盗むしかなく、本攻略では確率系のフィールドコマンドを禁止しているため、関係ありません。まあ禁止されてなかろうが、少女から母親の形見を盗むような、下道はいませんよね。緩和9台。今回は、メインストーリーは一旦お休み。クロスストーリーの一つである、キャスティとオーシュットの前後編を攻略します。オズバルドの装備をすべて外してから、オーシュットと入れ替えます。まずは、アビリティの習得です。オーシュットに6つ目の商人のアビリティを習得させ、サポアビのフンバルをゲットします。フンバルは前作同様、瀕死状態でなければ、戦闘不能になるダメージを受けても、HP1 で食いしばるという効果です。さらに、学者のアビリティを2つ習得させ、エンカウント半減をゲット。続けて、キャスティを商人にし、オーシュットと同様にフンバルを獲得。アビリティの習得が済んだら、オーシュットを剣士に、アグネアをウェポンマスターに、テメノスを学者にします。オーシュットの入手金額アップをエンカウント半減と入れ替え、フンバルをセット。キャスティにもフンバルをセットします。次は、装備を変更しました。テメノスは、アルピオネのお守りをエレメントブースターに変更。アグネアに、天地とどろきのための覇王の剣とアートオブベイル。物攻アップのフィジカルベルトと狙撃のブレスレットを装備。オーシュットには、剣の威力を上げるため、守護者の両剣と狙撃のブレスレットを装備。オーシュット一人で戦う場面があるため、アルピオネのお守りで HP を上げておきます。これで準備は完了です。いつものように宿屋で回復したら、クロップデールへ飛び、クロスストーリーを開始します。キャスティとオーシュット前編、ざっくりストーリー解説。賑やかな村、クロップデールに到着したキャスティとオーシュット。肉を欲するオーシュットに、バランスが大事だと苦言を呈するキャスティ。オーシュットは、キャスティをお袋みたいと返す。そんな風に感じ始めるオーシュットだった。匂いにつられて売店へと進むと、クロップデールの新名物、ブオルブオルの串焼きが。興奮するオーシュットがかじりつくが、その肉は猛烈にまずかった。店員に事情を聞くと、森で獲物が取れなくなって仕方なく古い肉を使っているらしい。うまい肉にありつくため、森の様子を見に行くことを独断で決めるオーシュット。お袋に無茶をしないよう注意され、二人は出発するのだった。獲物が取れなくなった理由を探るため、獣道を進みます。この先でボス戦なので、忘れずに夜にしておきましょう。なんか来る。おお、噂のデュオルデュオルくんか。ずいぶん興奮してる。どうしたの？どうどう。いけない、我を忘れているわ。46戦目、ドオルドオルベッシュです。こいつは本来、2章クリア時点で戦う想定のボスなので、今のパーティーの敵ではありません。0ターン目、キャスティは適当に攻撃。アグネアは、火の前で自身の武器攻をアップ。行きますか。テメノスも、適当で OK。私の獲物だ。オーシュットは、次ターンに備えて防御。次のターン、防御で先制したオーシュットが、ブースト3とメダルギリでブレイク。やるじゃない、オーシュット。キャスティとテメノスは、やることがないので防御。なせばなる。アグネアは、ブースト3点と轟きを選択。最後は、アグネアの天使轟きが発動して、カンストダメージでフィニッシュです。これで、すべてのボーナスをゲット。ドロップアイテムで、HP 増強のナッツ代を落としてくれます。テイク2はもちろん1回でした。興奮していたドオルブオルを止めた2人。よく見るとドオルブオルは怪我を負っていた。
そりゃ、あれだけ思いっきり切りつけたらね。奥へと逃げたブオルブオルをさらに追いかける二人。森の獣たちはひどく怯えており、ブオルブオルを傷つけるなと警告。森の奥で興奮するブオルブオルに、キャスティは落ち着くよう説得。治療を終えたキャスティは、ウリウリーと名前をつけて可愛がるのだった。君、DV の才能あるよ。ウリウリーに事情を聞くと、森の獣たちが怯えていたのは、見たことない黒木魔物がいたことが原因らしい。魔物が気になる二人だったが、まずは腹ごしらえをするのだった。その後、ウリウリー君の姿を見た者はいない。といったところで前編は終了。このままクロップデールへ飛び、後編を開始します。キャスティとオーシュット後編、ざっくりストーリー解説。再びクロップデールへ訪れた二人。あのまずかった屋台はなくなっていた。ウリウリーが気になった二人は、様子を見に獣道へと向かう。獣道へ入ると、辺りは暗闇に包まれ、異様な雰囲気となっていた。獣たちが消え、虫の音も鳥の声も聞こえず、まるで森がいなくなったようだった。二人は慎重に奥へと向かう。森に何が起こったのか確かめるため、奥へと進みます。先へ進むと、真っ暗で、まるで夜のような謎の影が現れる。影の影響か、めまいがしたキャスティ。キャスティを休ませ、オーシュットはマヒナと共に影へと立ち向かう。消しかけるを選択し、オーシュット一人で影に挑みます。初めて見るわ。どうしたら倒せるかしら、オーシュット。ママ、丸焼き、おしみ。無理だな。ちょっと何考えてるのよ。47戦目、うごめき影です。まずはバタービープ狩りの際に捕獲した暴れハヤブサで逆転の風属性をついて攻撃。うごめき影がブレイクするまで繰り返します。一応マヒナでも弱点をつけますが、たまに弱点を外すことがあるので暴れハヤブサの方が安定します。もし、オーシュットがダメージを受けすぎてピンチになったら、敵に回復するようにしましょう。この戦いのため、アルピオネのお守りで HP を増やしておきました。ブレイクさせたら、グラコスを消しかけます。うごめき影が復帰した後は、再度暴れハヤブサを3回消しかけてブレイク。最後は、ブラを伸び出して終了です。オーバーキルボーナスは不要です。ドロップアイテムは拡散剤。テイク数は1回でした。魔物たちの力を借りて、うごめく影を追い払ったオーシュット。その先に、倒れているウリウリーを発見。生きててよかった。ウリウリーには黒いあざがあり、それはトルーソーの雨と同じ症状だった。キャスティが調合した雨の特効薬を使用し、ウリウリーを治療。森の奥へと向かった影を追いかけるのだった。影を追いかけるため、獣道の奥へと向かいます。森の奥へ向かう途中、キャスティはいつの間にか、オーシュットとはぐれてしまう。先生。キャスティ先生。苦しい。どうして助けてくれなかったのよ、キャスティ先生。48戦目、ハイヨル影です。ハイヨル影戦は強制的に夜の戦闘になります。ハイヨル影の通常行動は、単体物理の策、全体闇属性の闇への誘い。単体闇属性の闇の重圧を使用します。さらに、HP が 50% を下回ると、全体闇属性の闇の波動を解禁します。一人で暗い森を進むキャスティに、闇が語りかけてくる。これまで、たくさんの人間を救えなかったことを悔やむキャスティ。そんなキャスティの心の隙をつき、闇はこちら側へ来るよう誘惑するのだが。キャスティだったか。オーシュット、どうしてここに。
見えないだと。食えねえものは狩らないんだけど。キャスティを守るためならいっちょやるか。ちょっと待ちなさい。守られてばかりいられない。私も戦うわ。そう来なくちゃね。さあ行くわよ、オシット。やるしかないの。ここでついに夜の片鱗が姿を現しました。ゼロターン目、アブネアはクジャクの前でテメノスの特攻をアップ。行くわよ。キャスティは BP パサーでテメノスの BP を1増やします。オーシットはジターンに備えて防御。テメノスは大魔法化で大神聖魔法の準備。次のターン、防御で先制したオーシットがブーストさんみんなで消しかけるを使用。一度に6体の魔物を消しかけることができます。この時のために捕獲しておいたバターリンクを消しかけ、直線属性の闇で6回攻撃。ハイオル影のシールドキは6なので、これだけでブレイクできます。行くよ。アブネアは防御。行きますか。息で行きますよ。最後はテメノスの、ブーストさん大神聖魔法でフィニッシュです。やっぱり、会話イベントがないようなのはダメだな。ここもオーバーキルボーナスは不要です。ドロップアイテムは増強剤。テイク数は1回でした。ハイオル影を倒し、元の場所に戻ることができた二人。影のいた世界は、まるで死んでいくような感覚だった。自分を取り戻せた礼を言うキャスティに、二人はさらなる友情を深めるのだった。あなたたち、無事だったのね。森を守ってくれてありがとう。だってさ。お礼ならこの子たちに言ってね。おどうしたの、オーシュット。お礼に森のとっておきのうまいものをご馳走するってさ。ウリウリー君のことかな。あら、じゃあお言葉に甘えようかしら。オーシュット、気のせいか。なんでもない。というわけで、キャスティとオーシュットのクロスストーリー完結です。次回に続きます。